まあ温泉入浴指導員の私としては、中国に温泉があると聞けばやはり入りに行かなきゃならないということで、連れてきてもらいました。これですね、蒸し風呂、これサウナのことですね。これは露天風呂です。大きいですね。すごいですよ。今ここからあそこまで歩いていくんですよ。これ川ですね。もうこれ日本でいうと秘境の温泉ですよね。これは素晴らしいですよ。まあよくぞ来ましたね。ちょっともうレッドがついてるんで中継ここで終わりますが、今から温泉に行きます。